どんな世界にも最強というものが存在するんだよ。俺もそう。その最強の一角と対峙した時の話があるんだ。今日はその話を聞かせてあげようかな。しかし寒いな。おい、寒いぞ。キノコはまさか。俺は新しいな。ありがとう。これは多分ガゴコじゃないか。光線の時間だ。勇気をご承られ。ガゴコ。まだ早いぞ、池田には。前回も言ったかな。これも見慣れないな。やっちまった。バサをやっちまったってことか。マルチプレイ、グループ合言葉、YNS というものを作っている。よかったら入ってくれ。こういう円付きのメッセージが見れるからな。まずは可愛いやつ。そして王を目指せ。このようなメッセージが見える。よかったら入ってくれ。PS5 版はもっとあるぞ。PC 版は噂によるともっとあるらしいんだが、俺はなぜか見かけない。なぜだ。そう、この世にはライバルというものが存在する。寒いから今日は冬着を着ている。申し訳ない。これを縫うことができないんだ。寒くてな。勇気。ありがとな。今日はこのライバルを潰しに行く。そのために俺はここへ来た。待て。これはイボーが窃盗してあるぞ。さあ行くぞ。まずはヨシコと花子は呼ばない。私はただ今日は最強の技を入手したからだ。最強の遊び人が使う技らしい。その名もアイスビームと名付けた。この技はどうやら、この地を冒険する最強の遊び人のみが使える技らしい。よし、今だ。ここで、腐ってるか。仕方ない。ヨシコ、花子、行け。さあ、ここで、最強のアイスビームを使っていく。ふん。すまない、ヨシコ、花子、当たってしまったな。アイスビーム、アイスビーム、いいぞ、アイスビームが入っている。さあ、ヨシコ、花子が復活するまで待つ。ここでアイスビームだ。アイスビーム、ふん。なるほど、最強の遊び人の技。さすがに強い。さあ、距離を取っていくぞ。こいつは霊気属性だからな。だが最強の技、最強の私にこそふさわしいというものだ。アイスビーム、うん、食らわんな。そんなものへでもないわ。回復だ。うん、当たらんな。当たらなければ強攻撃など意味がない。アイスビーム入ったな。もう一発だ。アイスビーム。さあ、こっちだ。来い。貴様の相手は私がしてやろう。アイスビームだ。ここで一発。うん、ふん。今一瞬肝を冷やしたぞ。危ない危ない。待て待て、この日は危ないぞ。この日は減りが減るからな。アイスビーム、アイスビーム、いいぞ。アイスビーム、これで最後か。アイスビーム、これなんか飲んだら意味があるのか。なんか意味があったとは思えないな。まあいいだろう。さあ、ここでアイスビームがなくなったからな。これ武器を変えていくぞ。ここで私の最強の体験にしたい。どこだ、どこにあるんだ。これだ。よし、これだ。これでいくぞ。うぅ、ぬぅっとい。おぉ、なーに、簡単なことさ。初めからアイスビームばかりを連発すればいいんだ。最強の技だからな。うわ、なんだこいつは。あともう少し、いけるぞ。この私の力ならいける。いくぞ、アイスビーム、アイスビーム、もう一発だ、ラスト。何、おれ、最後は素振力でいく。これが私の力だ、覚えておけ。そう、これが最強の遊び人の技。覚えておけよ、花子。アイスビームだ。ふん、余裕だったな。ああ、余裕だ。ではでは、すまんが、お宝をいただくとしよう。私にふさわしいお宝だろうな。神狩りの剣。おお、ついに私も神を狩る時が来たのか。まあ、むしろ遅いぐらいだな。もう、去年のあたりに来ていた、その段階は。はい、なんとかね、ライバルを倒しました。ライバルとまでは言わないんですけども、まあ、池田くんが言ってたじゃないですか。最強と対峙しなければいけない時があるという。もう、思わせぶりなことばっかり言うんですけど、この話をねしたかどうか皆さんに忘れたんで、ちょっと重複してたらごめんなさい。
ある時の学園祭で、腕相撲大会というのがね、行われるんですよ。まあ、毎回行われてたんですけどね。そこに池田くんは、毎回出場しました。なぜなら僕が出場させたからです。はい。お前ならいけると。背中を押して。で、ある時の腕相撲大会の話です。はい。ちなみに僕も参加してみました。僕も意外とね、運動をやっていたので、まあ、そこそこいけるんじゃないかと、言ってたんですけど、まあ、僕は、まあ、二人目で、見事に敗退しました。なぜなら二人目が、剣道の選手で、ものすごい握力と、ものすごい腕筋があって、ええ、全く手も足も出ませんでした。だからいいんですよ、僕は。はい。僕はおまけみたいなもんなんで。なぜなら、僕の目的は、うちのヒーローをね、やっぱり輝かせるとき、ナチュラルボーン池田をね、やはりそこで活躍させると。はい。目立たせる。これがね、やはりね、僕たちの使命なんですよ。俺は、おー、珍しいな。こんなところにあるのか。この先、地下棒があるぞ。ありがとな。ちなみに見てくれ。さっき取った新しい服だ。なぜだろうな。寒いんだが人肌を感じるんだ。不思議な服だ。不思議なもんもあるもんだな。気に入ったぞ、これは。っていう池田くんが、ナチュラルボーン池田。はい。まあ、一人目はもうちょっと筋肉自慢みたいなやつですよ。はい。秒殺です。勝った時も、ふん。まあ余裕だな。って本当に言ってましたからね。まあ余裕だな。って言ってたんで。あ、これはいけるぞと。ね。で、僕が見てて、お前やっぱすげえわっつって。全く動かなかったもんな、お前の腕っつって。最強だわ、やっぱお前っつって。いや、お前ならやっぱね、やっぱお前は1位になるべき存在なんだよっつって、やっぱこの学校の中で、お前は腕相撲で、なんだあれは。腕相撲大会か。懐かしいな、おい。おお、楽しそうじゃないか。だが俺は今日はや、傍観者だ。悪いが、好きにやっててもらうぞ。で、腕相撲を、二人目、池田くん。二人目ぐらいからちょっと緊張し出すんですよ。なぜなら僕が二人目に負けてるんで、目の当たりにしてると僕の方が先だったんで、目の当たりにしてしまったせいで、ちょっと、とかわけわかんない、呼吸法っていうか、なんか呼吸をしだして。何それ、キモって思ったけど、まあまあまあ、そこはね、やっぱ緊張感もある。まあ、ピリつきがね、やっぱあるんだなと思って、彼にも。で、それを見つつ、僕は見送ったわけですよ。どういざ!え、行って!うっ!一撃!おい、ちょっと待ってくれ、ここレベルに合ってないんじゃないか。勇気さえあれば。そんなこと言われてもな、おい、一発で死んだぞ。ちょっと規格外なんじゃないか、ここ。まあ、いや、もう一回行くわ。で、池田くん、はい。なんと、まあ、決死の2戦目。なんと2戦目はですね、柔道部という、恐ろしい相手ですよ。もう俺からしたら、戦いを挑むこと自体がもうナンセンス。はい。勝てるわけないやろと。なんだこいつ!消えるのか。てか、ちょっと待って、こいつらなんか、強くないか大丈夫か。ここレベルに見合ってるか、俺の。え?今俺レベルいくつだ?レベル59だぞ。59でいける。59じゃダメなんじゃないか、ここ。待て待て、話してる場合じゃなくなってきたぞ。本気で戦わなければやられる。アイスビーム。てか待て。さっきのボスバリに硬いぞ、こいつ。仕方ない。修行し直しだな。ため水の洞窟だ。ここは確か前回スルーしたからな。行こう。で、まあ、決死の2戦目。柔道部位。まあ、中でもかなり柔道でも強いやつだよね。そいつと戦いました。始まった瞬間、みたいな、なんかちょっとなんていうの、獣のようなね、うなり声を出しながら池田くん、踏ん張ります。まあ、いわゆる天然のナチュラルな筋力対、まあ、培った、まあ、もう職人の筋肉ですよね。なんと、お互い譲らない。腕が全く動かない。
真剣勝負、最終的に池田勝ちました。マジで勝ったからね。ナチュラル。ちょっと待て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 、なんか上から撃ってくるやつがいるな。今回は私は間違えた、青を飲んでしまった。ちょっと待て待て待て、シュ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 シこれのために、いった、なんだ、おい、うざったいな、おー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 、腐ってみる。仕方ない、霊廟ヶ原の洞窟だ。ここも前回スルーしたからな、行こう。で、まあ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 、2戦目はね、まあなんとかまあ勝てるんですよ、彼のナチュラルボーンならね。で、戻ってきた時に、まあそこそこだったからっていう。まあそこそこだったらしい、柔道部がね、やっぱね、うん、強いよね、本当に。本当強いんですよ。生まれ持った筋肉のフィジカルの差ってすごいよね、やっぱね。すごいな、お前、つって。お前がじゃあ柔道やったらどうなっちゃうのって話だよな、っていう話をした。お前柔道やってないのに、柔道やったやつに勝ったんや。じゃあお前が柔道やってしまったらどうなるんだ。あ、わかんねえけど、あれじゃねえ、腕折れちゃうんじゃないつって。きっしょって思ったけど、まあまあまあ、そのコメントも、まあ最高じゃないと思う。最高じゃないかと思って。で、そこから、杉山さんが来て、あ、やってんだみたいな。え、負けちゃったみたいな。そしたら、え、勝った勝ったって、なんかそこだけでは食い気味に、え、勝った勝ったとか言って、なんかつい食い気味で来て。よかったよかったっつって。すごいじゃんっつって。で、次、あれでしょ、準決勝でしょみたいな。でも、4人抜くと優勝みたいな感じなんですよ、基本。優勝者が何人も出るみたいな。腕相撲大会なんですよ。1人じゃないんですよ。うん。何人かで、もうそこで1位決定みたいな。その枠の1位みたいなやつですよ。はい。そういうルールね。だと覚えておいて。で、次で準決勝。まあ、次勝てば、まあ、実質、2位確定なんですよ。はい、2位確定。で、次のやつが、バスケ部のクソでけえやつ。めちゃめちゃでかいんですよ。190センチぐらいあるような。フィジカルお化け。次は、ついに。さすがの池田くんも、いやー、まあ、あれはさ、ちょっとさ、まあ、まあ、体つきがちょっとずるいよな、とかって言ってて、あんなのさ、人間じゃないべ、みたいな。まあ、まあ、お前も似たようなもんだけど、と思ったけど。まあ、とりあえず彼の中では、まあまあ、まあ、ちょっと、逃げ腰というか。だから俺が、いや、そんなことないと。あいつは身長があっても、肩幅は、お前の方が、倍でかいぞ、っつったら、あ、まあ、それは分かってんだけど、なんかそれもなんか、キモと思って。なんだこいつら、めんどくさいな。火持ってこい、火。アイスビーム。これ何やってんの、集会？楽しそうだな。犬の集会だ。こういうのあるんだね。何か喋ってたりすんの？で、そのフィジカルお化けのバスケ選手を、なんと池田くん、瞬殺です。はい、もう一瞬レディーゴーからのうぃーっつってうんっつって、ほんと一発で倒して、で、まあすげえなっつって、で、後から聞いたんだけど、なんかその子どうやらね、普通の人よりは腕相撲強いけど、腕相撲自体がそんなに得意じゃないんだって。普通の人よりは強いんだけど、なんか体でけえからお前ちょっと出てみろみたいな。まあまあ、池田と同じ扱いだよね、多分ね。池田と同じ扱いなんですよ。池田と同じ扱いをされて、で、まあ出てきたはいいけど、まあ、まあ瞬殺で負けてしまったと。やっぱ池田くんの方が強かったと。で、池田くん勝って戻ってきて、で、杉山もすげえ、池田めっちゃ強くない？って言われた瞬間、池田、まあ、普通じゃないかな。普通ではないけど。普通ではないけどな。で、
ついに決勝ですよ。なんと決勝がですね、もうとんでもないバカでかい筋肉を持ってるレスリングのねこいつもまたバカだったんですけど、レスリングのやつがいて一人、こいつもね、もう生粋のアホだったんですけど、もう筋肉バカで、そいつとの決勝戦、緊張の池田、レディーゴーって言った瞬間秒殺で負けて1.3 秒ぐらい、うわーとか言ってうわーとか言って秒殺、やっぱもうダメやめや、お話にならない、あの本物には勝てないから、本当の本物には。で、柔道部の子も多分ね、腕相撲が苦手なのと、多分そんなに腕相撲に関して強くなかったんだろうね。で、違う、もう本当ね、フィジカルのお化けであり、そしてとてつもない筋肉を持ってる、もうガチモンのプロにはもう勝てません、普通に。はい、無理でした。はい、瞬殺です。はい、おい、なんだお前、強者か。さてはお前強いやつだな、来い。あれ、お前なんかそんな色してたっけか、なんかもう一つの世界とちょっと色が違うな。おい、いざそいざ、うん、強いみたいだな。そしてその池田くん、最終的に瞬殺で負けた池田くん、戻ってきて杉山に残念だったねって言われて、なんかタイミングもあるもんねみたいな、腕相撲をつってみたいな。おお、強いなこいつ。で、まあ俺もね、まあ、2位ってすげえぞと。うん。この段階で2位は。強者揃いの中ね。お前は2位だったんだと。十分誇れるぞって。ああ、まあ悔しいよな。ああ、めちゃめちゃ悔しいわ。ああ、70倍ぐらいのさ、最初力で言ったらさ、ちょっと思ったより入ってきてさ、向こうが。70% じゃやっぱ無理だわ、さ。いやいや、あのね、100でも無理だから、多分なんか70だったから負けたみたいな空気を出してたけど、100でも無理どう見ても無理。普通の人間の筋肉じゃないから、なんなのこいつ本当。まあでも言ってたよ、最後に、これはね、今だからそう思うんだけど、当時のね、そのセリフ、あー、まあ俺が例えば3ヶ月間みっちり筋トレしたら、まあ逆のことができちゃったよねみたいなこと言ってて、今だから言うけど、いやお前フリーザかと今だからね、当時はフリーザはそんな発言してた。ドラゴンボールスーパーでフリーザがゴールデンフリーザになった理由は、今までフリーザっていうのは修行というものを一切してこなかったと。だからそんな私が3ヶ月みっちり修行したらどれぐらい強くなってしまうのかっていう理由で、修行したらゴールデンフリーザになれたっていうね、逸話があるんですよ一応。だからそのフリーザ、今思うとお前あいつフリーザみたいなこと言ってたなと思ってあれなんか俺そのフリーザのそのスーパーの頃のさ、あれ見てさ、なんか俺当時なんか俺聞いたことあるなこれと思って、聞いたことあるぞ俺これと思った、昔このセリフ、うん、まあでも悔しそうだったよ、すっごい。まあでもナチュラルボーンであそこまでいけるのはすごいね、ほんとすごいと思うマジで。まあ、そもそも筋トレしてんだけどなあいつ、まあ、筋トレしてないみたいな、 なんか空気出して、若干してんだよあいつ、若干してんのよ。筋トレしてる理由もあるんですよ一応、あるんだけどそれはまた後日。はい、それじゃあこいつを倒していこうか。話は終わったか、長話が。俺がこいつを倒すところをきっちり見てやがれ。行くぞ。うん。動きが鈍足だな、おい。体がでかいだけだな。それじゃあ俺には勝てんぞ。あ、来い。なんだかんだ、4分の1減ってるぞ。大丈夫か。まあ、当分二度とここには来ないわ。っていう逸話があってさ。まあ。俺が例えば 100% の力を出していたら、あの時相手の腕がへし折れてしまうんじゃないかっていうね、心配があったんだよ。誰にも言ってないけどね。デリカちゃんは腕相撲したことある？よかったら手のひらを見せてごらん。
手のひらでわかるんだよ。あ、こいつは強いな、こいつは弱いなって。もしかして今手のひら見てるのもそういうことかな。腕相撲強いのかな私って気になっちゃってんだよね。手袋外してよかったら俺に見せてごらん。あ、大丈夫？興味ない？そうかい。じゃあ俺が今から腕相撲をするとこ見せてあげようか。もちろん二人っきりでね。